ず持っていくとしたら何持っていきますか。はい、ゲーム。ゲームだ。ゲームはさ、だってあれ Wi-Fi も繋がってないんだよ。でしかも充電切っても終わりだよ、うん、死ぬぜ。いやもうなんか自力でなんとかソーラーパネルで、ソーラーパネルが必要だ、一生できるみたいな感じすれば、うんうん、無理無理無理、ソーラーパネル持ってきなよ、そしたら。え、何にそれ自分に。ソーラーパネルは僕が持ってる。完璧じゃん。任せろ。二人で行ってらっしゃい。二人で行ってらっしゃい。どうしよう。え、じゃあ私がずっとゲームしてる間、青子はソーラーパネルを。ですよね。いいかもしれない。でもパラト先輩は何がいい？やっぱりさ、なんか、うん、あれじゃない？なんか何かを始めるものが必要なんだよ、道具。ああ、ね、ナイフとか。鶴橋とか。鶴橋？鶴橋とかね、そうそうそう。ナイフみたいなのが必要なんか。確かに。お箸はいらねえだろ。お手手がある。あ、あずちゃんは無人島。なんだろう。悩むよね。悩む。どうしたら、そこで暮らすか、脱出するかどっち。うわ、脱出？脱出もあるのか。あれ、脱出だとしたら、じゃあ。脱出だとしたら、やっぱ無難にナイフじゃね。いや、そうだよね。なんか、マインクラフトを思い出して、最初に何が必要だったっけ、うん、あ、確かに。うわ、確かに、鶴橋。鶴橋。鶴橋だ、やっぱり。鶴橋だ。鶴橋。ないと。鶴橋です。え、でも現実だと鶴橋あっても、鶴橋って終わりません。確かに。現実だと言ってた。石のとこ掘って、ちょっとあれじゃない、部屋作れるんじゃない？あー、確かに。それでまた、取れそうだし、動物とかも。確かに。ダイヤモンドとか取れるかもしれない。確かに。マイクラの世界かな。マイクラの世界。ペコーラ先輩は？ペコーラは、青くん。え？やったー！やった！結婚してくれるってことですか？いや、そういうわけじゃない。食料にできるかな。ペコーラ！あ、でも？そんな中だったら一番ペコーラ先輩だよ。なんで？確かに。好きなんだからさ。いや、あーくんをまず、ご飯取ってきてーって言ったら多分行くじゃん、これじゃあ。行きます！行ってきます、先輩！つって。で、ちょっとあれ、なんかそろそろ体力限界そうだなって思ったら、ごめん、あーくんっていただきます。あれ、やっぱり食べるんだ。そういう感じか。なるほど。確かに美味しいかもね、なんか。まあ、いいもん食ってるからな。いいもん食ってるか。はい。何食べてんの、いつも。お母さんのご飯。うまい！初めてキュンとしたよ、青くんに。初めて、うん、初めて。違う違う。ずっとキュンとしてた。あー、じゃあ今逆に冷めたか。あー、なるほど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 。そうですね、そうですね。そっか。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、うん。お願いします。お願いします。